皆さんこんにちは、久保しおりです。なんとですね、私は本日バンテリンドーム名古屋の方に来ております。なぜかと言いますと、本日ですね、侍ジャパン対中日戦始球式を務めさせていただくことになりました。すごいことが起こってしまいました。はい、ということでもうね、わー見えちゃってましたね。ユニフォームなんか着させていただいちゃってます。すいません、恐縮です。侍ジャパン恐縮です。そうなんです、こんな風にユニフォーム着させていただいてるんですけれども、実はもう始球式まで1時間を切っておりますというのも、本当にありがたいことにいろんな取材だったりいろんなねことをさせていただいていて、オープニングを撮るのも今の時間になっちゃったんですけれども、果たして私は始球式までの間何をしていたのか、この動画を撮るまで何をしていたのか、ご覧ください。私は MVP と広報部署と言いましたけど、はい、当たりというのは勝手に、本当に勝手に始めたことでした。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイスボール。お疲れ様です。お名前お願いします。高橋ひろとです。こんにちは、名古屋を送ってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポリッツの宮城です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。申し訳ありません、お忙しい中。やりますか。ぜひ届かしますか。届かせたいなとは思ってます。はい、ここは行けそうっすか。ここ行けますか。一回も投げてみますか。お願いします。はい、あー、ごめんなさい。伸びしろあるっす。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。届きそう。なんかどっかで始球式やってました。2回半、はい、それは3回に届きました。1回届きました。あ、じゃあ届きます。大丈夫ですか。なんとなく緊張で。あー、楽天ファン。楽天ファン。まさか。敵敵。ちょっと一回帰りますか。里崎さんも教えていただいたときに、そうやってやると1、2、3。あ、もういけますね。お願いします。ありがとうございます。本番だったらもっと上になります。もっと上、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとう。どうぞ。どうぞ。お疲れ様で。本番より緊張する環境ですよね。いや、そんなことない。本番だったら4万人ぐらいいます、ね、あ、でも4万人で歌ってるなら大丈夫です。いや、大丈夫です。少ない方、持ってない方。少ない方ですけど、お前の。いや、多いです。多いですか。はい、全然多いです。どれぐらい入るんですか。多くて、この前6万人。ほら、6万人。手でもないです。いやいや、ボルキャンも取る。それでも、見ましょう。食べて。さあ、お願いします。すごい。ありがとうございます。あと2時間覚えといてください。あと2時間覚えときます。すいません。いや、ナイスボール。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。すいません。はい、同級生。あ、いいです。同級生。そうね、同級生。あんま身長変わんないです。嘘つけ。
撮っておりますお願いします。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。旧式ですけれども、はい、まずちょっと振り返って、はい、ピッチング練習でした。あれは果たして練習だったんでしょうかっていう感じでしたね。高橋投手、宮下投手、そして宮城投手が急遽ピッチングを教えに来ていただいたんですけど、本当にびっくりしました。本当にサプライズでして、とても緊張しましたね。で、ものすごくお優しくて、絶対届きますよって言ってくださったので、届かせないわけにはいかないです。里崎さんにピッチングを教えてもらってるじゃないですか、この乃木坂配信中で。で、里崎さんに教えていただいた 1,2,3 で投げようと思ったんですね。絶対失敗できない。で、里崎さん今日いらっしゃるんですよ、解説で。里崎さん頑張ります。あの時ね、始球式待ってますなんて話をしてましたが、まさかこの侍ジャパンで決まるとは思ってなくて。それで緊張からの緊張でインタビューがありましたけれども。そうなんです、インタビューも緊張しましたよね。急遽山本由伸投手が来てくださるっていうことで決まったんですけど、ずっとここにいてくださって、待機してくださって、で、その奥にはもう目の前に侍ジャパンの皆さんのベンチがあって、佐々木朗希投手だったりもいらっしゃったみたいなんですけど、もう緊張で見られなかったですね。なんか申し訳、本当申し訳なかったです。あと大谷選手のバッティング練習、打撃練習、目の前で見ちゃいましたね。すごかったですね。大谷選手がこうボックスに入った瞬間に選手の皆さんがこう寄ってくる感じとかで、やばいですよって声も聞こえてきましたし、選手からあの距離で見られるっていうのは本当になんか、本当に私の人生でこんなことが起こっていいのかっていうふうに思いましたし、ね、そうこうしてる間にそろそろ呼ばれそうですよね。慣れないです、始球式は何回やっても慣れないです。毎回新鮮に緊張するし、毎回違う緊張がありますし、本当にさっきのスタジアムレポートの時にすごい温かく見守っていただいたので、あ、行かなきゃ、はい、じゃあ行ってきます。行きましょう。
乃木坂46久保史緒里さんです。激励を込めた始球式お願いいたします。私の目の前には今佐々木朗希投手がマウンドにいます。同じところから投げていたとは思えません。同い年で初めて朗希投手のピッチングを生で見るので、今日という日が夢なんじゃないかと思います。僕もね、選んだんだよね。いや、そうなんですよ。僕が手を叩く声がスタジアムに流れたら嬉しいなと思って、なんか乃木坂のもっとなんか代表曲の方がいいのかなと思ったんですけど、自分の好きな曲でいいよって言ってくださったので、せっかくなのでね、いや嬉しかったです。なんかまだ夢の中にいるみたい。もね、解禁になったんですよね。だからスタジアムの空気がまたね、熱いですよ。164、すごいな。なんか今ピョンって思いついちゃったんですけど、私全スタジアムに行きたい。プライベートで行っても、あの些細な動画を撮っておきますね。今日は何々スタジアムに来ましたっていう動画だけ撮っておいて、1年間で果たして私は全球団回れるのか。すごい、やっぱ近藤選手って。1点入りました。藤原選手がすごいですね。まずスリーベースってつないで、ツーアウトから全部打線がつながって。柳投手、すごい。大野投手と柳投手一日で見られちゃうなんて、すごい。ピッチャー佐々木に代わりまして宮城ひろや、ピッチャーは同い年リレーです。唯一の、そう、さっき教えていただいて、しかも2人とも同い年なんですよ。唯一の侍ジャパン同い年の2人が直前まで教えていただいてて、宮城投手もその方がマウンドに立ってらっしゃるっていう、なかなかない瞬間ですね。さっきビシエド選手は朗希選手に対してめちゃめちゃ粘ってましたかね。よく165キロに対してあんなに当てれるなって、すごいですね。注目選手で、だから聞いたことあったかもしれません。田中美希也選手がすごくいいから注目しててねと教えていただいた気もするな。すごいね、ミーグリとかでファンの方が、いろんな球団のファンの方が来てくださるので、
私 の, その自分の好きなチームは誰々選手がいいよとか、やっぱりね、いろんな球団のことを知りたい身としては本当にありがたいですよ。わー、甲斐キャノン、うわー、やっぱ甲斐選手はすごいですね。刺しましたよ、甲斐キャノン。決まった。走行セレモニーに向けて着替えねばならぬのですが、試合が見たすぎて見るという選択をしました。この回、今6回表なので、表終了後にマッハで着替えていきたいと思います。どうやらね、ツーベース、近藤選手すごいですね。今日2回目ですよ、ツーベース。すごい、低い弾道だったけど飛びましたね。楽しい。まだノーアウトなので、ここチャンスですよ。よかった、着替えに行かなくてね。どうします、この6回表で何かあったらね。あ、大将ね、本当に代わり、万波。万波選手、万波チェス、サポート侍ですね。バッターは2番、ショート、中野拓夢。中野選手、山形出身。うわー、これ、守備位置とか面白いですよ。このバントの構えをしてる時の守備位置。前出てますね、結構ファーストも。走った。うわー、うまい。うまい。うまい。結構下がってますね。そうか、おお、悔しい。着替えに行くところだったんですけど、高橋宏斗投手が出てきたのでやめました。準備しなさいって、見たいんだもん。157だって、すごっ。着替えれなくなっちゃった。ありますよね。今ずっと試合見てるんですが、ちょっと走行セレモニーの準備に行かなければならないので行きたいと思います。ちょっとお着替えも済ませたところなんですけど、すごい超満員ですよね。この後も引き続き準備に取り掛かりながらも応援しております。行ってきます。これから走行セレモニーで
あの選手の皆さんに向けて応援フラッグを代表で渡させていただきます。栗山監督ありがとうございました。続きまして侍ジャパンのファンを代表して本日始球式を務めていただいた乃木坂46久保史緒里さんから寄せ書きが贈呈されます。侍ジャパンの世界一を願って書かれた気持ちのこもった寄せ書きです。それでは久保さんお願いいたします。ということで、怒涛の一日が終了しました。パチパチありがとうございました。本当に夢のような一日を過ごさせていただきました。なんなら夢だったんじゃないかと思う一日でしたね。本当に優しい皆さんに囲まれてピッチングを教えていただくところから、あのすごくね、試合にも勝てまして、侍ジャパンがすごく本当に素敵な一日をね過ごさせていただきました。それにつきますね。スタジアムが一丸となる感じだったりだとか、こう熱くなる瞬間っていうのを、その熱を一緒に共有できるっていうのは本当に野球ならではだなっていうふうに思ったので、ぜひぜひね、これからも野球愛し続けようって心に誓いましたし、里崎さんにもピッチングを教えていただきましたけれども、まだまだ野球好きのメンバーもたくさんいるので、これからみんながいろんなねところで始球式だったりいろんな活動をしていけるように、私ももっともっとこう乃木坂野球部の一員としてもっともっと頑張っていこうっていうふうに思いましたね。みんなとまた今年はあの観戦に行く動画もどんどんあの上げていきたいですし、個人的には今年全スタジアム制覇っていう目標を掲げていろんなところに全国回ろうかなっていうふうに思うぐらい、本当に野球のことがさらに好きになる一日でした。そして本戦がねもう始まります。応援することしかできない本当に微力なんですけれども、少しでもね伝わるようにずっとずっと応援しております。世界一奪還へ向けて頑張ってください。ということで以上、久保史緒里の一日でした。胸がいっぱい、ありがとうございました。胸がいっぱい。この動画が良かったなと思った方、侍ジャパン頑張れっていう方、野球見てみたいよって思った方、野球大好きっていう方、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。